こんにちは、小笠原です。今回はですね、未定係数法について説明していきたいと思います。未定係数法っていうのは、化学反応式の各係数をですね、未知数として、例えばこんなふうにね、A、B、C、D、E としまして、両辺の各元素の原子の数に関する連立方程式を作ります。で、それを解いていって、係数を決める方法なんですね。で、最初に言っておきますけれども、これはですね、知ってた方がいいんですけど、あんまり使う場面は多くないです。少ないです。で、一応そのことを承知した上で勉強していきましょう。はい、では、こちらの方、今係数をですね、 A、B、C、D、E と置きましたので、各原子に注目してどんなことが言えるか見ていきたいと思います。マンガにつきましては、こことここにありますので、 A と C は同じ数字が入るということが分かりますね。方について見ていくと、2a が、方はあとどこにあるんですか？イコール e であると。h を見てあげると、b イコール h、2e であると。cl について見てあげると、cl ここですかね。b イコール CL は2倍の C 足す2倍の D ということです。で、今式が4つだったんですけれども、変数が A、B、C、D、E と5つあるので、解くためには1つ足りないんですね。これだと足りないんです。で、どこかをですね、仮に1として、で、比の形でちょっと求めるってことですね。そんなことをしていきたいと思います。ちょっと複雑めのところを1にする方がいいと思うので、今はこの辺も1にしますかね。 A イコール C イコール1として、で、そうするとどんなふうに式が書けるか、ちょっと書き直してみましょう。そうすると、ここはもう使ってます。で、 A と C が1なので、E が2になりますね。E が2になると、B イコール2なので、これが2なので、 B が4になります。あとは、B のところに4がついて、2C が B イコールですね。イコール 2C 足す、2で、で、C がもう1決まってますね。になります。ということは、ここは移行しますと、 2D イコール2になるので、 D が1というふうになります。で、これで書いてあげると、 A が 1B が 4C が 1D が 1E が2ですね。2と、こんなふうに係数を決めることができます。はい、では問題をやってみましょう。次の化学反応式の係数 ABCDE をですね、未定係数法によって求めようという問題です。 ACU 足す DHNO3 矢印 CCU かっこ NO32 足す DNO 足す EH2O ということですね。各原子について方程式を立てていく。そして、どこかを1としてそれを解いていくという形になります。では、この問題をやってみましょう。はい、ではやっていきましょう。どこについてみますと、A がこことここにしかありませんからね、A と C は同じ係数が来るんだ。そんなことがわかるわけです。H 見てあげると、 B がここにありますね。H はあとここにありますから、 B イコール2って書く。N を見てあげると、 N ここにあるから B イコール N がここに 2C ですね。 2C 足す D かな。 O を見てあげると、 O が 3B イコールですね。ここが 6C ですね。 6C 足す
は D たす E、D たす E になります。今変数が A、B、C でいる5つあって、連続定式が4つなので、これは解くことができないので、どれかを仮に、1と置くことにします。あんまりいい近似じゃないんですけれども、まあ、A を1と置いたとしますね。A と C が1になります。でそうしますと今どんな状態になったかっていうと、 A と C が1になったので B イコール2E ですね。ここで C が1が確定したので B イコール2たす D、3B イコール6たす D たす E ということになりました。であと残っているのは B で E で式3つなので、これはまあ解くことが、頑張ればできるはずですね。一つ文字を落としたいので、どれを落とせばいいですかね。これとこれでちょっと D を落としてみますかね。3B イコール6たす D たす E から、この B イコール2たす D を引かしてもらうと 2B イコール4たす E になります。で今 B と E の関係ここにあるから、 B のところに 2E を代入しますと4E イコール4たす E ですね。そうすると 3E イコール4で E が3分の4が決まります。で B はこの2倍なので B は3分の8が決まります。最後に D を決めてあげればいいので、この辺使いますかね。D イコール B 引く2ですね。B 引く2なので3分の8引く2で、3分の6を引きますから、3分の2になったということになります。ですので今 A が1、 B が3分の8、C が1、 D が3分の2、 E が3分の4になりました。ですので全部3倍してあげると 3CU で 8AK の3でここが3になって、3倍しますとこれが2、3倍しますとここが4と、まあ、こんな風に、係数を決めることができます。最終いいですかね。 A イコール3、 B イコール8、 C イコール3、 D イコール2、 E イコール4ということができます。はい、未定係数のまとめなんですけれども、時間がかかってしまうので入試の場面ではできるだけ使わないようにしましょう。例えばこんな問題なんですね。こんなにあります。 ABCD と置いてあるとなんかこう未定係数で解きたくなりますけれどもね、これ十分目算法でいけます。ここをどっちかを1にしてあげて、1にするともう H の数が32ですから2分の3決まる。で O の数がこれで2分の5が決まりますから4分の5 で全部4倍して 4NH3 たす 5O2、 4倍になっているので 4NO たす 6H2 としたりですね、もしくはこれ自体割とよく出てくるのでもう語呂で覚えてしまっていて、まあ、アンさんのミスやで仕事しろでそれで覚えちゃってる場合もあります。これはアンモニア酸素のミス、 NO ミスって書いて係数が仕事しろで、仕事しろになっているのでもう語呂ごと覚えてしまう、あの係数ごと語呂で覚えると、まあ、この辺の方法によって対処しますので未定係数法はあまり使わないんですね。
先ほど未定係数法で解いたこの動と称賛の反応なんですけど、これ実はよく出てきてですね、時間がかかるので、まあ、語呂でもう処理しちゃってます。動詞を濃い方が4日でのにですね。で、希少賛を使った場合には、やあさに8三で出てくるのが NO と、ここの語呂を使います。ですので、まあ、これも出てきたところでですね、はい、8HNO3 たす3倍の CU で、ここに NO が対抗できる。であとは考えていって、3倍の CU なので CU NO3 の2 で、であとですね、N が8個あってここで6個使っているので残りの NO がここに来て、最後数合わせの水で合わせます。 8H2O なので 4H2O を入れてこれ合わせますので、で未定係数は使わないんですね。これは希少酸の方の式になります。似たような式で濃硝酸の式もありますけど、濃硝酸の場合良いのになので 4HNO3 たす CU で、CUNO3 の2で、この場合には NO2 が出ます。最後水で合わせるんですね。これも4で来てて、ここに2個あるから残りが2個で 2H2O と。というふうになって、この辺も語呂で処理しちゃいますので未定係数は使いません。これ未定係数法を使うと時間がかかってしまって入試ではもったいないので、まあ、もう未定係数でやらなきゃ厳しいようなやつは語呂で覚えてますので、まあ、結果として未定係数法は入試ではできるだけ使わないということになります。せっかく勉強したのに未定係数ってなんだ全然使わないのかというとちょっとがっかりさせすぎてしまったかもしれないので、まあ、使う場合もあるんですね。こういうやつだったら使ってもいいかなと思います。ここの穴埋めしていくような時ですね。まあ、ここの2はすぐ決まるんですけどね、ここの2は決まるんですけれども、あとがこことここに同じ数が来るんだけどっていうような時ですね。その時にまあここ何でもいいけど仮に X かなんか未定係数の考え方ですね、まあ、ここの数字とこの数が同じになって、これでもう鉄は合ってますので、で C もここで合わせてますので O について考えます。 O について考えると 3+X が 2X ですから、これを解いて X が3、あとこれが 3なので、まあ、こんな場面でですね未定係数法の考え方を使うことはありますので、これはちゃんと勉強しておいて損することはありません。